お笑いグループ転覆トリオとして舞台やテレビで一躍人気者となり、喜劇俳優として活躍した伊藤史朗さん。現在では見かける機会も減ってきているように見えますが、 CM などでは定期的に出演しているようです。今回はそんな伊藤史朗さんの死亡説の真相、恒例だった芸能人格付けチェックから姿を消した理由、最近話題の市川猿之助さんに言及した内容について見ていきたいと思います。1937年6月15日生まれの伊藤史朗さん、東京府下谷区竹町にて副自称の子として生まれました。東京都立市ヶ谷商業高等学校を卒業後、就職を希望し数多くの面接を受けるも、目つきが悪い、人相が悪いことを理由に不採用が続き、図手を頼って紹介された製薬会社も入社試験を受けたが採用されませんでした。そしてお笑いグループ転覆トリオとして舞台やテレビで一躍人気者となり、喜劇俳優として活躍しました。ネット上で伊藤さんは東大卒と言われていますが、それはデマで、最終学歴は東京都立市ヶ谷商業高等学校になります。そんな伊藤さんの妻は1966年に結婚されていますが、妻に関しての情報はほとんど公開されておらず、詳細は分かりません。ただ妻とはテニスをされていたそうで、楽しい夫婦生活を送られていたそうですが、膝を痛めてからテニスはしていないそうです。そんな奥さんとの間には息子が3人いて、娘さんが1人いるようで、次男は俳優として活躍されている伊藤孝明さんです。孝明さんとは親子で徹子の部屋で出演された過去があるようです。また長男はレストランの経営者で、三男はドラマーで、長女に関しては情報はありませんでした。伊藤さんには孫が4人いて、たまに家に来るそうですが、孫が来た時は人相が悪く、就職では惹かれまくった伊藤さんの顔が笑顔になるそうです。そんな伊藤さんには一時期死亡説が流れましたが、これはデマであることが分かっています。ご存知の通り、現在もテレビに出演されており、ご健在です。それではなぜ伊藤さんが亡くなった説が流れたのでしょうか。それは元プロ野球選手で南海ホークスのスカウトを務められた同じ名前の伊藤史朗さんが亡くなったことを勘違いされた方が多かったため、デマが流れたようです。ですので俳優の伊藤史朗さんは現在もご健在で、また亡くなった伊藤さんとは名前だけではなく年齢も近かったことから誤解されやすかったそうです。そして毎年 MC はダウンタウンの浜田雅功さんと俳優伊藤史朗さんが務めていた芸能人格付けチェックですが、2022年の出演者情報には伊藤史朗さんのお名前が記載されていませんでした。そこでなぜ伊藤史朗さんが芸能人格付けチェックに出演しなくなったのか見ていきます。一つ目の理由はコロナで出演を見送った。伊藤史朗さんは現在85歳です。伊藤史朗さん自身は人一倍健康に気を使い、毎日のウォーキングも欠かさないほどですが、80歳を超えての出演はコロナ以外のちょっとした風邪でも命が危なくなるのもおかしくありません。もしかしたら年齢に配慮しては出演を見送ったのかもしれません。2つ目の理由はギャラの問題。伊藤さんは依頼された仕事は引き受ける体質で、格付けも依頼があれば当然出演するはず。ただ近年のテレビ局の制作費が下がっていることも事実で、伊藤さんクラスの1本のギャラだって何百万と言われています。年配者がメインで出ている番組が終わったりしているので、その流れも可能性はあります。3つ目の理由は年齢的なもの。格付けの収録は長時間に及ぶものと言われています。高齢の伊藤史朗にとって長時間の収録は体に負担が多くかかってくるため、出演をしていない可能性も考えられます。やはり長年浜田さんと伊藤さんのコンビってかなり評判が良かったので、ネットでもこのコンビが見れないことへの悲しいコメントも多数上がっていました。最近話題となっている歌舞伎俳優の市川猿之助さんが一命を取り留めたものの救急搬送され、父の市川段四郎さんと母が亡くなったことについて伊藤史朗さんが言及していました。伊藤さんは昨日までは事件なのか事故なのかもわからなかった、第三者が入った形跡もないというのは家族だけでということ、一番わからないのはご自分が今明治座で主役を務める公演中に自分から降りたことは
私も同じ舞台人として考えられませんと絶句していました。全くわからない。背景は何だろう。猿之助さんしかわからない。舞台人がこういうことまでするというのは追い詰められたのか。共演者もびっくりしますよ。お客さんも。我々も舞台をやっていますが、コロナ禍でお客さんを制限したり、客席が半分になったり、公演そのものがなくなったり、それをご自分で取りやめちゃったというのは、と残念そう語っていました。インタビューの話を聞いていると、非常に頭のいい人ですよね。臨機応変にことを運べる人。私の頭で矛盾しちゃっている。こういうことをしてしまったというのは、怖い世の中だな。そこまでする原因とは何なのか、と深いため息をついていました。そんな伊藤史朗さんですが、最近テレビ見かけることも減ってきたように思えます。ネット上では、伊藤史朗さん急死というガセネタが出回ったり、大変な時期も過ごされてきましたが、伊藤史朗さん本人は、引退や休養と伝えた事実はありませんし、実際に病気や入院されたこともなく、現在も活躍されています。85歳になった現在も舞台に意欲的に出演し、ドラマも年数本出演していて存在感があり、幅広い役柄を演じています。その他の仕事では寄席があります。2022年の夏も笑福亭鶴瓶さんなどをゲストに迎えてトークライブなどを行っています。 TV でじゃなくてもこのように公の場で話すような仕事は継続されています。定期的に開催しているわけではないのですが、たまにスペシャルイベント的な感じで開催しているようです。2つ目はラジオ。毎週土曜日15:00-17:00に文化放送で親父熱愛というラジオのパーソナリティを吉田照美さんと担当しております。このラジオを聞けば伊藤史朗さんの元気な様子がうかがえます。3つ目は舞台。もともと早稲田大学の時代から演劇をやっていたので本業と言ってもいいでしょう。2021年には伊藤史朗さん主演の落語ベースの舞台を開催しており、85歳でもまだまだ現役です。昔はドラマなどでの役者の仕事が多かったのですが、これからは年に1回くらい舞台で活躍を見ることができるかもしれません。そして伊藤史朗さんは雑誌サライの中で自分から引退を表明することはないと語っていました。奥様には、自分から積極的に仕事を辞めるのはダメ、お父さんは引退したらふぬけになってしまうと言われているようで、伊藤史朗さん以上に性格を分かっているそうです。このことから、仕事の依頼があるうちは頑張ろうと思っているようです。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。